どうもテムテトップのふっくんです。イッチーです。します。お願いします。はい、今日ですね、僕たち、八景島にあります、はい、ホテルシーパラダイスインの前にはいるんですけども、はい、こちらですね。はい、こちらです。昨夜ですね、ちょっとこちら泊まらせてもらったので、うん、そちらをですね、紹介したというか、うん、映した動画をね、この後流しますので、よかったらぜひ見ていただいて参考にしていただければと思います。はい、はい、ではその動画どうぞ。どうぞ。さあ早速、今3階こちらが305、はいはい、おっ、めっちゃ楽しみ。こんな感じです。おすごい、めっちゃ綺麗じゃない。めっちゃ綺麗だ。すごい、めっちゃ綺麗じゃん。で今八景島イルミネーションやってるんですけど、ホテルの部屋から全部見れるっていう。いや、これすごい、あ、すごい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 、めちゃも綺麗やん。あ、すごいっすね、これ見てください、これめっちゃ綺麗。ホテルの部屋がシーパラダイス側か海側かって選べるんですよ、はいはいはい、二択になってて、で今回はシーパラダイス側選んだんですけど、でしかもこのここテーブルと椅子あるんで、イルミネーション見ながらゆっくりできるっていう。やばいっすよ。多分花火とかも見れるよね、多分ね。あ、確かにそうだね。部屋の中がこんな感じですね。普通に綺麗ですよね。綺麗ね。うん、テレビもかけてあって、テレビ大きめ、何インチぐらいだろう、わかんない。これあれあれか、あ、これフックのじゃないじゃん。いや、気づいた、ごめん。これフックのですか、こっちだ。友達ですか。違う。え、何ですか、あれは。え、ここ見てみます。そう、風呂トイレ。風呂トイレ、オープン。さあ、おー、綺麗。普通のユニットバスですね。そうですね、こんな感じですね。なんかここになんかイルカみたいなやついるけど。だからシーパラの朝食食べに行きたいと思います。はい、はい、ということで八景島の朝食になります。こんな感じですね。いただきます。いただきます。何食べよう。塩が効いてるのが大事だね。うん、朝のホテルシーパラダイスインからの景色です。はい、こんな感じ。オタイヤ、普段ね、下からじゃ見れないような景色がね、ホテルから見れるんで、こんな感じで、で、なんか小学生がいっぱいいるんで、多分修学旅行ですかね。修学旅行で先に入ってるらしいですね。ですよね。今まだ8時半とかなんですけど、なんかいっぱいさ、こう働いてる人とかさいるけどさ、うん、これそれぞれさ部門みたいなのがあんのかな。あるよ。あんの。あるある。本当にいっぱいあるよ、発見しても。そんなわかんの。うん、各、まあね、各その場所と、はい、そこからまあさらに派生してるんで。あ、なるほどね。もう大量のね、部門がね、部門が分かれてると。あ、ありますあります。なるほど。じゃあ例えば今あの海で、海というかあの、あ、飼育の中、水槽の中というか、あれですか。そうそうそう、あれ何部門でしょう。フライラグーン潜水部門。潜水部門。中をきれいにするね。はい、潜水ってつける。まあ、なるほどね。まあ、FLS ですよ。FLS。FL って何？ FLS。フレアラグーンです。フレアラグーン FLS。フレアラグーンの潜水部門。だから S なの。そこもさ、ダイバーとか D とかつけるのよ。まあ、それは。どこいるかな。例えば、あの、奥にいるじゃあ、飼育槽の中に入ってさ、なんかやってる方々、あれなの？あれは、フレアラグーンの、餌付け部門。あの、餌をこうで。餌付け部門。決まった時間に餌をあげる。それで給料もらってるの。うん、じゃあ、あれはあの、今ちょうどあの、向こうの人、多分イルカかなんかにこう、あれ、餌付けしてるあの紫の人も餌付け部門。服の色で決まってんだから。あ、なるほど。あ、紫だから、イルカ専門なんですよ。イルカ専門餌付け部門。ということで、ホテルシーパーダイスインに到着しました。はい。はい、どうでした？いや、もうめちゃくちゃ良かったですよ。
ベランダからシーパラダイスの景色が一望できて、で夜ね今イルミネーションやってるんで、それがあってめっちゃ綺麗でしたね。うん、綺麗だったね。うん、シーパラプレミアムパス持ってる場合は、はい、平日だと最大 40% オフ、はいはい、土日あと祝前日ですね、祝前日を含めた土日は、はい、5% オフって形なので、うん、割引率下がっちゃいますけど、はい、平日泊まるんだったら 40% というね、そうすごい得点がついてますので、はい、ぜひあの年パスの動画も上げてますので撮っていただいて、ホテルシーパラダイスイン、はい、泊まっていただければなと思います。はい、はい、じゃあバイ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 。